阪神来季のコーチ陣発表。野村克則に分バッテリーコーチ51和三坊役として1軍に昇格するなど、2年ぶりの V 奪回に向けて新体制で船出する。投手部門は金村悟氏の昌平が確定的、江草博隆2軍投手コーチが昇格してブルペンを担当するとみられる。打撃部門では小屋の栄一打撃コーチをオリックスから昇平する方針を固めた。今岡誠打撃コーチは退団する。久保田智之投手コーチは育成部門のチーフ格を担う模様。勝則ヘッドかいな。小屋のよグルートがちょっとよくわからんな。藤川とそんな関わりあったっけ。第二次スパイス政権が見たいのに。中継ぎ投手重視の補強を言ってくれそうな監督だね。 JFK のうち2人の名前がある。期待より不安が勝つ。他は一面やけど小屋のだけ縁もゆかりもなさすぎるやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いいたします。